like you think that I should calm down, and that I'm overthinking everything about you, and that we're good the way we are. バイケオチャンネルママです、今日はアルペンアウトドアーズクズハモール店さんにお邪魔しております。なんと今日がオープン日です。おめでとうございます。なんと大阪初出店のアルペンアウトドアーズさんなので、すごい大盛況です。関西3店舗制覇したんじゃないですか。そうですね、撮影させていただいてありがとうございます。大阪初出店初日に来ました初日に来させていただきました。じゃあ早速行きましょうか。店内の方見てまいりましょう。まあ、入ってきていきなり缶詰の、ね、オンパレード。すごいな。すごい缶詰が全部揃ってるんじゃない。缶詰好きのパイキャンホーさんじゃない。まあなかなか缶詰食べへんけどあとこれね、マイキャンプカレー、ココイチとコラボしてるマイキャンプカレーです。サラダで食べてたやつ。そう、めっちゃ美味しい。これなんと一緒に食べてんけど最高でしたぜひ皆さんお試しください見て、夢ピリカいちご、これ便利やで。ゴールデンカレーも甘口っちゅうから辛口揃っております。悩むな、マイキャンカレーが欲しかった。いや、マイキャンプカレーやろすぐ食べれるからこれ多分あの全部煮込んでから野菜から何から始めなのからね。キャンプでもやり始めって一番初めカレー作らない。まあまずカレーは鉄板やな。あれ黒が、あ、ちょっと待って、ちょっと色が、あ、さっきこっち言ったけど今隣見たらなんと甘口が出てます。子供が喜べたな。そう、すごい。お子様も食べやすい甘口も初めて見た。これいいな。確かにちょっと辛かったもん。あ、辛かったね。うん、中辛やってんよこれ。私は食べてません。美味しいよマイキャンプカレー。はい、粒マスタード。これ見て、キャビアみたいな粒マスタードある。からの、からのクロセの、クロセのスパイスから若まぶしが来て、ポリニッサン3種類揃ってますね。見て、いや、ちょっと待って、クズハのシュラカップや。オリジナルシュラカップあります。かわいい、クズハって書いてる。全部あるんかな。え、見て、あ、見て、こんなでかいのあんのこれこれ、普通に黒のお皿出てる、ベアボーンズ。これは、うちら灰色立ってんけどな。そっちっすね。うん、黒なかったもん。かっこいい黒。いいな。マグカップあって、4色展開。4色やね。ペトロマックス、これ大阪キャンパルに持ってた。いましたね。うん、のコップと入れ物はい、一番気になったのはこれなんですよ。え、あー、リバーズ、サーモジャグルやって。かっこいいけどでかいな。でかい、めっちゃでかいねんけど、すごいな。これいいっすね。めっちゃかわいい。黒黒黒黒
プロかっこいいね。めっちゃいいね。でもでかいな。ちなみにこれいくらですか。それはこちら4,950円です。いけるいける、手ごわいな。はい、入り口こんな感じです。次行きましょう。次行きましょう。アパレルコーナーに来ました。まずノースフェイスが揃ってます。ノースフェイスはもうね、何でもかっこいい。かっこいいけど高いからな。確かに高いけどね、めっちゃ揃ってる、いろいろ。やっぱアルペン、アパレルめっちゃ充実してるよ。充実してる。で、ほんで、あ、ほんでチャモス、チャモスもあれやね、アパレルが結構置いてる。チャモス意外と可愛いのにな。ね。こういうの好きや。こういうの。こういうの。ああ、はいはいはい。わかる。見える。こういうの。うん。こういうのめっちゃ好きやもんな。めっちゃ好き。やっぱりジムマスターやねんな。ジムマスターなんかキューブボールにも置いてましたよね。置いてた。これ。そう、長野とか行くからいいんじゃないですか、それぐらいの。これどうですか。めっちゃいい。そんなん着てる女子おったら多分刺激で惚れてます。かっこいいよな。めっちゃかっこいいもん。え、かっこいい。ちょっとあの作業着風やけど。いやいや、工場系キャンパーよ。持ってこい。そうやな。これで出勤しましょう、キャンプへ。めっちゃいいやん。いや、ほんで私ちょっと気になった帽子があってんけど、どうですか。おしゃれな工場の作業着。工場、これめっちゃ可愛くない、この帽子。それとそれでも買ったらいいじゃないですか。これな、あの帽子はさ5000円以内やねん、はいはいはい、これなんぼするの。13,000円。16,500円です。いい値段する。うん、テント買える。いや、怖いな。ちょっとこう、もうなんか、5歳ぐらい若返る。マジで買わなあかんやそれ。5歳若返るなんか買っちゃいましょう。16,000円で5歳若返るの、安いもんや。そういうかっこいい服着てる女子キャンパーいいと思うけどな。なんかかっこいいよな。かっこいい、渋谷。いいなぁ。ペアルックにしますか。ペアルックで買ってみ。35,000円すんで。買っちゃいましょう。アパレルはこんな感じです。これぐらいのね、結構な規模で店舗の3分の1を占めるよ。はい、じゃあちょっとあの展示品、展示してるテント見ていきたいと思います。展示品、ノルディスク、ノルディスク、さすがに。ちゃうわ。違いますね。ちゃうな。すごいな、ノルディスク。やっぱりノルディスクすごい。これ見て、なんか仕切れんで。え、すごい。すごない。じゃあこの一つのテントで2つの 2LDK あれですよね、うん、そのなんかプライベート感を守りつつみたいな。そうや、キャンプでも。ほんまや、見て、 DOD もあるで。これはちょっと待ってくださいよ。お、これが噂のワンポールテント M です。 DOD ワンポール、ブラックキャンパーさんにはたまらないやつですね。こっちも DOD、 これも DOD。 これはライダーズワンタッチテントです。
すごい。でもあれっすよね、うん、はい、最近でしょ。そう、DOD DOD 扱い出した、扱い出した最近だから、うちら初めて展示してるの。展示してるの DOD 扱ったって言ってから初めて久方ぶりに。そうやんな、来たら展示してあった。かっこいい。これなんか、あれどっかにも見たな、多分石井スポーツ。あ、そうや、ノースフェイスの、うん、テント、このドーム型、球型でもすごい、めっちゃ目立つなこれいや、もうあの配色がもう、最近はノーさんの大好きなこれ、チャンスじゃないですか。私、あの仕事でコーヒー飲むときに使ってるコップがチャムスなんですよ。ああ、そうやな、はい、すごいよな、でもチャムス色がもうチャムスってすぐ分かる、もうロゴなくても分かるザ・チャムス。いや、見てすごいで好きな人にはたまらんやろな、これたまらんです。おお、すごいな。これはもう目立つで、すごい。これは？これコーヒー入れる。ノースペースじゃないんですよね、でも。ちゃうみたいやの、何にも書いてない。じゃあさっきちょっとペンドルトン行っていいでしょうか。私の大好きなペンドルトン。大好きな割に1個も持ってないけど。この柄がちょっと気になってます。かっこいいね、ポケンドル。かっこいいよな、微妙に高いんですよ。そうやな、でもこれバスタオルみたいな、なんか生地になってるから、ゴミってそのまま使い方ですよ、効くよねもうあのタオルケットみたいにも使える。今やったらいろんな柄が。いや、でもこの色が一番可愛い。やんな、黒とちゃい。これは何でも合わせる。いいですね。うん、なんか食器類もある、ペンドル。ペンドルの食器もある。ペンドル、いや、私これぐらいのさ、でっかいコップ欲しいね。でかない。めっちゃでかい。いや、欲しいな。めっちゃガブ飲みしたいね。夏とか。何をやで。かわいいな。かわいいよな。見て。何入れる？犬のあれ。犬の。散歩の。ちょうどいいな、それ。なあ、かわいい。いいと思う。なあ。ペンドルトンもめっちゃ充実してんの。ナビスカリン。そう、正解。多分いいですよ、マルチド。あ、そうや。マルチドグリル。こう、両方で持ってるもんな。そう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 。こんな感じです。ペンドルトン。そしてもう一個気になるものいいですか。こちら、まさかの村子シリーズが。すごいやん。いや、村子置いてたっけ。あ、スポーツですか、見たことない。あの、あれ買ったやんな、ベンで三角のやつと、ガイロープね。それぐらいやったよ。でもテントもあるし、すごいな。すごい、昔欲しかったんですよね、村子。村子、たぶんめっちゃええもんやねんけど、めっちゃ高いよな。いや、かっこいいな、やっぱり黒は。トンネル型のテントとかでも多分15万ぐらいな。はなんか、この作品めっちゃこだわってみたいで、やっぱり。あー、メイドインジャパンやんな。まあ、実際に展示も
されてます、うんうん、はい、ノーム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 、あれ二人、一応二人寝れるみたいな。でもここはもう贅沢に一人でね。かっこいいな、パリクロ。かっこいい。でもあれやな、モニクロより安い。じゃあモニ、あ、ちょっと似たような値段や。そう、モニクロよりちょっと安い。まあ、そうですね、あれも言うたら、で、シェルターですもんね。そう、シェルター。みんなテント好きなのもんな、うん。これはもう、まあこれはもう、ほぼ一体型な。そうそうそう、もうこれだけで寝れるから。うわ、なんかかっこいい。かっこいいなぁ。あ、ほんで刃物類ね。ベアボーンズもあるし。あ、オルフあるよ。すいません。私のお尻が欲しいんですよ。オルフは、あ、これノコギリじゃなかったわ、ナイフでした。あ、あるある、ノコギリもあります。あ、これか。はい、これノコギリです。安いな。安い、そうやっぱ安いよね。おー、調理器具が充実してる。あ、見て、こちらプリムス、ちょっと買おうか悩んだやつ。プリムス、んね、な、金じゃん、金じゃ、一瞬悩んでんけども、違うやつを買っちゃったね。すいません、フォアウィンズ。フォアウィンズいいよな。ロッチとか、鍋関係。クーラーボックスはやっぱりオルカなんですね。あ、そうやな。アルペンはオルカ。でもオルカ、ほら、オルカの黒もかっこいい。黒かっこいい。かっこいいけど、な、これ何これ、これ何、うん、オルカも結構ええ値段するんだな。高い。わ、わ、これで4万だよ。5万5千円。うわ、でもこのな、アメリカン国旗がかわいいやん。赤式やん。ワンポイントで赤入ってるの好きやん。オルカか、リエティで悩むよね。ああ、どんぐらい、え、ペトロマックスとベアボーンズ。ベアボーンズ見て、かっこいい、すごない、もう、この前買ったばっかりなんですか。しかも2個も買ったから。ペトロマックスもいいっすね。ペトロマックスもかっこいいで、ほら、やっぱりあの木がな、いい味出してるよな。やっぱ木っすね。ベアボーンズもめちゃくちゃ木よるな、やっぱり。でもさ、これ、これでさ、お肉掴むわけやん。めっちゃしんどいな。プルプルせん。なあ、これでお肉はちょっとしんどいな。あの、握力結構いい、分からへんけど、いりそうな感じがするけど。寝具コーナー来ました。スリーピングって書いてますね。スリーピングです。これも小川さんのね、小川さんのちょっとね、色味が可愛いですね。可愛い、黒、え、黒グレー、どっち、グレー、グレーか、グレー、あ、そうか、照明でなんか。で、ちょっと一瞬買おうか迷ったこのバンドックの。ソロデピーありますよ。なんか迷うときありますよね。うん、ちょっとね、これいいんじゃないかって思って。後々出た。わ、ナンガ。かわいいナンガさんたちが。ナンガがバーっとあって、あ、こっちもナンガ。あ、見て、スナグパック。スナグパック。エスカルゴに似てるな。確かに似てる。かわいいな、エスカルゴ、うん、これちょっと一瞬、一時期欲しかった小川のガール。小川のテント使ってましたもんね。使ってるけどな、今も。今も持ってるから。
今はちょっとギギ2ばっかりやけど、そうね、はい、あ、ほら、ここは小川、小川店、小川コーナーです。小川さん、あ、小川さん、サンガ、小川さんコーナー、ちょっと待って、見つけてしまった。何でしょうか、ね、何か見つけた、え、見て、パッソの TC 置いてる。一時期欲しかったんや、ね、TC じゃなかったもんな。そう、どっかな、アルペンの、じゃあれな、めっちゃ迷ったよな、ポリの方やねんな、うん、あ、面白い、うん、やっぱり橋本さんやんね。お世話になります。お久しぶりです。ヘルポで。いや、もうここに転勤になりまして、移動になりまして。いや、はい、じゃあ赤石はもういないですか。いなくなりました。そうなんですね。いや、じゃあ。いや、絶対そうやんなとか言ってる。そう。ちょっと一瞬迷ったんですよ。ああ、なかったらあれかなと思って。じゃあ行きましょう。また来ちゃった。ありがとうございます。たくさんお買い物していただきます。ほらもうね、いいやついっぱい置いて。今だけっていうのも結構あります、ね。あ、そうなんですか。1500とかですね。はい、すごい。あとデイツとか、ビーパラックスとかも。デイツめっちゃありましたもんね。珍しいのだと、ノルディスク あのデニム生地のアズガルドの 7.1 っていうのが入ってますね。そうなんですか。それはお買い得。もしかしたら、4時ぐらいなんですけど、設営するかも。はいはいはい。またよかったら。目玉商品がいっぱい。お世話になります。ありがとうございます。ありがとうございます。やっぱりそうやった。ごゆっくり。はい、いやー、橋本くん、こちらに転勤になったみたいです。明石店ではだいぶお世話になりました。そうそうそう、明石店でね、毎回橋本くん探してしまって。いや、ここで会えるとは、これは運命じゃないでしょうか。今しか置いてない商品があるみたいですね。そう、なんか目玉商品が結構あるみたいなんで、この3連休行けるんじゃない？狙い目ですね。狙い目ですね。はい、みんな来てみてください。タッソもいいか。タッソね、タッソの TC 気になるけど、気になるとかありますよ、まだまだありますよ。いや、タッソいいなぁ、ペトロマックス、かっこいい。これも結構レアみたい。そのなんかかわいいな、でもなぁ、これめっちゃかわいいよ。ちなみにおいくらなんですか。お値段、じゃあ確認させていただきます。49,500円。やっぱり沼やんか。うん、それぐらいするかなと思ったら、やっぱりね、沼なんですね。あと、こちら、かわいいやつ。え、この色かわいくない？かわいい、カーキ、珍しい。この色かわいい、うん、でも、オイルランタンは怖いっすよ。怖いよな。これを買ったら次やりますからね。そう。そう。やっぱりオイルランタンも沼みたいな。これを買うと、もう4万円が飛んでいくって確定する。確定するの。いやー。黒はでもかっこいいな。黒かっこいい。黒と金のね、デイツ。僕はだったらランタンの方なんですか？そうですね、ランタン。フェアボーンズ。これ初めて見てるよ。1個のやつ。私これ3連欲しいんですよ。3連のやつ。あ、これ。エジソンっすね。そう。これめっちゃ可愛くない？可愛い。モニグロに潰したいんですよ。わかる。わかる？うん。なんかめっちゃ合いそうやん。めっちゃ可愛いよな。可愛い。かわいい。なんかビアコンじゃなくて、電池って単体買ってないのかな。ほんまやな。多分レールがあかんくなってきてる。せやんな、すぐ消えてしまうもんね。うん、気がついたら消えてんねん。1日持ってたのに。ありそうやけどな。
これランタン、こんな感じ。そう、ランタンはこんな感じで、すごい。あれ？これ見たことあるな。これあのフラテリートにあったと思う。見てましたね、一緒のやつですね。うん。金色の方かな。でかいな。これ用のランタンハンガー買わなあかんもな。そうなの。もうだから見出したらやばいっすよ。まだあの今あの薪ストーブに入ったところだから。ね、ちょっと待ちましょう。待ちましょう。はい、じゃあ次、椅子かな、チェア、チェアのコーナー。すごい、なんかいろんな椅子が。これとかハンブアウト、すごくない？持とうと思ったけど、ちょっと重くてすいません。かわいいっすね、ハンブアウト。なんかしっかりしてる、変わってる。あ、この色違い、足がすごいな。すごい、なんか珍しい。変わってますね。うん、まあでも、ちょっといい椅子にはもう今はちょっと出会いたくないってるんです。出会いたくないやろ。これこれこれ、よっか、うん、すごいな。結構気になってんの。気になってんの。そうやな、結構いろんな小物出してんのよ。おお、組み立て式やんね。ここの足のカバーとか出せたのか。そうな、この層になってるやつ、あれ、うん、糸さんとあのムックさんのあの板、そう。カッティングボードとかもしたいな。あ、そうなん。あるんじゃない、もしかして。あればいいっすけどね。うん、元気ちゃんの好きなキャプテンスタッフ。キャプテンスタッフ大好き。まあまあまあ、でも椅子はね。何これ、ピースパークって初めて見た。もう知ってます？知らん、初めて見た。ちょっとあれですね、なんか見たことない椅子も置いてる。椅子、珍しい椅子置いてる。いい、ね、なんか、あれかな、ニーモも椅子出してんのかな。なんか結構、めっちゃあるけど。すごい、いろいろ来るんですよね。そう、これあ、これですよ、よしこさん。いや、いや、パイテンも私が、あれ EP 用のやつで買おうとしてた。あ、これこれ安いんですよ。ランバージャックスか。これでも椅子みたいな。あ、椅子にもなんね。ちょっと待って。そうなんです。これにイエティを置こうかなと思ってて。なんかこの荒削りなところが売り出して。ああ、お前切りっぱなしみたいな。そう、ほんまに投げっぱなしジャーマンで、なんか一個しかない。そら安いやな。うん。2000円なんぼとか。2640円。どうすか、クーラーボックス。いいな。物見れてよかった。ありますよ、後ろにバーっと。ネットでしか見たことなかったから。面白い。いいな。いや、まあなんかクーラーボックススタンドって結構なんか5000円とか6000円でありませんぐらい。ああ、確かに。こういう簡単なの、なんか巻き割る時とかにも、うん、パッと S 持ってって、うんうん、でなんか二刀流の使い方できるからいいかなと思って。ああ。そうやな、二刀流の使い方したら、その利益どこよくないですか。巻き割ってた時にほんまや、地べたの空間。あ、でも座り心地めっちゃいい、普通に。何色がいいですか。私はやっぱり黒。あ、いいですね。黒なのか茶色なのか。え、でもなんかね、ネットで見るより実物見たら可愛い。あ、可愛い。ちょっと迷っててどうしようかなって。そうそう、ちょっと見て、あ、欲しくなりました。買っちゃいましょう、買っちゃいましょう。わぁ、ここでは見れるとは思わなかったから、びっくりした。すごい、あるよ。すごい、よかったね、実物見るね。うん、よかった、来てよかった。コールマンコーナーがもうドドーンと。
ドドーンとあります。これはマスターシリーズですか？ちょっと思うんやけどもあ、そうですね、コクーンですね。はい、マスターシリーズ。こんなでかいの？でかめっちゃでかい。もう雨降ってもなんともないやろなすごい、限定モデルらしいです。かかってんの？うん、見て。あ、これじゃないわ、このテントじゃない。なんかこの色な、いろいろあるしね。すごいね、コールマン。コールマン、わ、ルミエルランタンもめっちゃあんで。ほら、うちはもう品切れで買われへん。みんな大好き、ルミエルランタン、めっちゃあるよ。まあでもこれもこの3連休でなくなるから、なくなるから。そう、すごいな、フォルマーもすごいな、なんか統一感が。そう、もう絶対緑か赤か、統一感がすごい。すごいな、面白いな、コールマン。はい、コールマンはこんな感じ。はい、で、次は足を踏み入れてはいけない、次はね、ピークコーナー、コーナーあ、これやったかな。あ、置いてます。あ、置いてますね。ありましたよ、フラットバーナー。もうフラットバーナー普通に手に入る、普通にあるんやね。なんか焦って損したな、うん、買わんでよかった。どうしようかなって思ったらな、危うく転売や手出しのとこやで。で、スーパーナーもあんねんな、ね、すごいな、ギガパワーツーバーナーって。やっぱり使いますね、そのオフィコ。やっぱり可愛いんですよ、スノーピーク。怖いな、これなんかこれ着とったらさ、店員さんみたいじゃん。なんかやっぱデザイナーのデザインしてるから。あー、ずるいな。大好きやろこれ。これな、俺な、ずっとな、アマゾンのな、欲しいものリストに入れとってるの。最近消してる。あ、消した、やっと消した。シュガーやん、シュガやん、めっちゃかっこいい。何してんの、きつい。ああ、かっこいいよ。俺それにして、バイキャーママさんがパタゴニアにしたらいいじゃないですか。なんで私の方が安いの安い。めっちゃかわいいな。かわいいな、これ。これかわいいで。めっちゃ、ちょっと僕合わせてください。かわいい。かっこいい。なんか、かっこいい。結構撮影前にさ、うん、アパレルコーナー入ってさ、うん、かわいいかわいいって言って、ほう、合わせたよ。ほう、私がね、うん、ことごとく似合わへんって言われて、本当に嫌になってるよ。これパジャマにするの？パジャマ。高いパジャマやな。7000円、8000円ぐらいするんじゃないですか。正解、8580円。スノーピークの値段が分かりそう。ああ、怖いな。ミニチュア版があったら、こんなんスノーピークで揃えたいな。フラットバーナー買ったから。あのキッチン周りをスノーピークで固めたのかな。思ってます。分かれるよね、あのユニフレームハンド。そう、見て、しゃもじめっちゃ長くね。いや、欲しい。いいな、スノーピーク。2万2000か。欲しいな。欲しいな。なんかもういっぱいありすぎて、すごいな。ミラープレートって何すんの？
ど鏡面仕上げにより周囲の景色がお皿に映り込みテーブルの上を彩りますっていうお皿です。すごいな、すごいな。あの日が奥で使ったらすごいことになる。飯を食べながらも、そう、景色を楽しめる。考えることがやっぱ違うね、スノーピークは。さすがクリエイターやな。すごい、クリエイター集団はやっぱりすごい、クリエイター、クリエイター、クリエイターってすごいよな。あ、肌触りがこれなんかあの、大倉階段ってみたいこれは毎回確かめるわ。スノーピークのシュラフで必ずスノーピークのシュラフは毎回確かめるな、これ。いやでも、いくにシュラフ買いました。え、ちょっと待って、でもこれ6000円やで。これな、これ夏とかで、ね、使われたな。そうやわ、安そう、意外と安い。すげえ、カメラまあ、これあれ、これが、あ、ちゃうな縮むんかな全然違うやんそれパセコあ、そうか。さすがにスノーピークはそれパセコはびっくりするぞせやな、パセコ流行ってるノクターンもありますよオーディカムカバー的なのが置いてあるね。あ、ほんまやな、ほんまや。オーディカムカバーとかどこやろ。あ、でもここでざっくり全部終わった感じや。スノーピークコーナーはこんな感じで、やっぱりすごかったな、すげえな、人生に。はい、こちら橋本さんが言うてたノルディスクのデニムのアツガルド、なんか珍しいですよね。すごい、192,500円。デニム生地なの。デニム生地みたいですよ。あ、デニム、ほんまや、なんかもうこの生地と一緒やもん。デニムやわ、すごい。デニムがね、デニムが好きな人はこれいいんじゃないですか。いいと思う。あとノルディスクもねかっこいいし映えるよ。これはアズガルドやしノルディスクやしデニムやし映えるしいいことばっかりやん。すごい、トガルドもある。今アズガルド、ウトガルド、いっぱい揃ってんね、今ノルディスク。結構この3連休はなくなるよ、急いでよみんないろいろなくなっちゃうよ。欲しいものがきっと見つかるアルペンアウトドアーズへ皆さん来てください。アルペンアウトドアーズのクズハモール店さん、オープンの初日にお邪魔させていただきました。はい、大阪初出店おめでとうございます。橋本さん、ほんま馴染みの顔があったらやっぱり安心するな。今しか扱ってない商品も数種類あるみたいなんで、ぜひ皆さんこの機会に3連休にクズハモール店さんに行ってみてください楽しいです。まあ、いろいろ欲しいのもあったしね、どうしようか今から悩もうと思います相談して買っちゃいましょう。今回の動画はこの辺で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。会計はママでした、バイバーイ